1884年コロンバス・バックアイズは、1883年から1884年にかけて、オハイオ州、コロンバスを本拠地として、アメリカンアソシエーションに加盟していたプロ野球チーム。球団の正式な愛称は、コロンバス・セネタースだったそうだが、オハイオ州出身者や住民のことを示すバックイズの愛称が定着した。1883年に設立され、 アメリカンアソシエーションに加盟、監督は、ホーレス・フィリップスが務めていた。一年目のバックアイズは、前の年に解散したウースター球団から移籍した、当主フランク・マウンテンをエースに立てたが、マウンテンはこの年、リーグ最多の33敗を騎士チームの勝率は3割台にとどまった。しかし、翌百8 8 4年、後に、キャノンボールのニックネームで呼ばれた。 ゴーアン投手、エド・モリスがデビューする。モリスは1年目から34勝13敗、防御率2.18の成績を上げる。フランク・マウンテンもこの年は23勝17敗と、副長、チームはリーグ2位まで躍進した。モリスとマウンテンは、同年5月と6月におよそ1週間違いで、ノーヒットノーランをそれぞれ達成している。しかし球団は、 運営が苦しかったためか、アメリカがソシエーションには2年しか加盟せず、1884年のシーズン終了後に主力選手を放出して解散してしまった。放出された選手を受け入れたのは、1年目の監督だったフィリップスが指揮していたピッツバーグ、アレゲニーズであった。ありがとうございます。